南北軸に並ぶ3基の塔道、プラーンサーム用とは、タイの中部、ロップリー県の県庁所在地ロップリーにある、クメール時代の3基の塔道を持つ寺院である。プラーンサーム用とは、ロップリー市内中心部のロップリー駅の北方をおよそ800メートルに、あり、チエンマイとバンコクを結ぶ、大国有鉄道北本線のすぐ近くに位置する。 コンスタンティン・ホールコンの居住地であったバーン・ウィチャ・エンが西に約400メートル、ナーラー・イオーの宮殿プラ・ナーラー・イラ・チャニウエートが南西約500メートルの距離にある。寺院はおそらく12世紀末から13世紀、クメール支配によるジャヤー・バルマン7世の統治時代に構築された。元々の機能は明確ではないが、アンコールの多くの寺院と同様に、 プラーンサーム用とは当初ヒンドゥー教の寺院であり、三期の塔はヒンドゥー教の神、ブラフマー、ビシュヌ、シバの三神一体を表すものとされる。しかしながら、ジャヤーバルマンは大乗仏教徒であったため、仏教寺院として混流されたとして仏教により、捉えることもできる。すなわち、中央塔道は釈迦如来を表し、南の塔道は菩薩を象徴しており、 北の東道は、半ハ原見た母を表すものとする。ただし、三季の塔にはそれぞれシバリンガが残ることから、その歴史の中で、ヒンドゥー教の聖域としての時代があったことは確かで、ある。十七世紀、アユタヤ王朝の王ナーラーイの下で、寺院は修復され、神座部仏教寺院に改修された。ナーラーイは、レンガによる礼拝堂を建立し、そこに、 あゆたや様式の仏像を安置した。1994年、寺院は大芸術局により修復された。ラテライトとサガンによる3基の塔道が南北に並び、内部通路により互いに接続される。塔道は高さ約21.5メートルで、両側の2基はやや低くなっている。塔道の上部及び扉の上には、化粧漆喰の装飾が見られる。今日、プランサーブ用とは、 ロップリーの主要な観光地でありランドマークの一つである。ただしそれは必ずしも遺跡だけではなく猿が集まる場所として知られることによる。ありがとうございます。